ポップンベリーはサンリオとバンダイの共同企画によって2003年から展開されているキャラクター。グッズはバンダイを中心に発売されている。フルーツ王国に住む妖精で元気な果物という意味でポップンベリーの愛称で呼ばれているという設定。この他にも雑誌媒体とガシャポン商品のみに存在したキャラクターとしてレモリーナ、アプルーン、マンゴリーナがある。 ポップンベリーのキャラクター展開の中心時期である2003年4月から2006年12月までテレビ東京系列放送されていたキティズパラダイス内のアニメによる6代目占いコーナーである占い監修はアストロマリーヌ占いのコーナータイトル及びフォーマットは1年ごとに変更になるが基本的なランク付けは変わらないランクは以下の通り 基本的に発生頻度が高いのは2から4ポップンで、0や6はかなりのレアケースとなる。小学館の学年別学習雑誌、小学1年生から小学3年生にて、フルーツの妖精ポップンベリーのタイトルで連載。作者は杉木康子。漫画内容は1ページの5コマ漫画で、オチは大抵、ベリーナが引き起こしていた。フルーツの妖精。 ポップンベリーに関するカテゴリー、ありがとうございます。